こぐまパンです。こぐま、さつまいものパン。お芋感が本当にリアルです。カムチャパンです。カムチャがじゃがいもという意味ですので、じゃがいも感あふれません。ぎっしり詰まってます。あのケランパンのケランって卵っていう意味ですよね。生卵が丸々1個入ってます。すごい、はい、パンの中にですか。サイズです。アイディアが無限に広がるパン。その辺のアジア、今日はですね、韓国で人気で今日本でも話題のパンを食べに来ました。パン好きにはたまらないです。行ってみましょう。まずはこちら、アトリエ K さんです。今日はあの防弾少年団のジミンのメンバーのマースネなので、限定で販売しております。なるほど、もしかしてだから色も。そうなんです、はい、 BTS のファンの方のカラーが紫なので紫にしています。はい、このポラヘソルギってどういう意味なんですか。ポラヘっていうのが BTS とファンの間で愛してる意味をするサランヘを、あのポラヘっていうので、こちらのソルギの名前もポラヘソルギになっています。ポラヘ、サランヘっていう感じなんですね。じゃーん、こぐまパンです。こぐま、さつまいものパン。ほとんどさつまいもと見た目同じじゃないですか。あのですね、お餅みたいにビヨーンって伸びるんですよ。あ、ほぼお餅は来ました、来ました。じゃーん、さつまいもだ。もうほぼさつまいもじゃないですか。このなんかこの芋感すごくないですか。お芋感が本当にリアルです。ほらほらほら、すごい。で、今開けた瞬間、いい甘い香りがふわーっと漂ってきました。こんな感じで、あのすごくもちもちしてるんですよね。パンじゃないみたい、お餅みたい。いただきます。今秋の空が浮かびました。あのさつまいもです、ほとんど。パンとはいえほとんどお餅です。すごく美味しい。うん、おー、감사합니다。さらに今回はですね、こぐまパンプラスこちらです。カムチャパンです。カムジャがジャガイモという意味ですので、ほらほら、ジャガイモ感あふれません。だー、ぎっしり詰まってます。マッシュポテトがもう本当にぎっしり詰まっています。容量マックスみたいな感じで。そしてこの周りにですね、胡椒がついてるんでしょ。胡椒とあとこのお粉がたくさんついているんですが、これがいいスパイスになっていますね。天才的ですね。こぐまパンと一緒に食べるの美味しいです。こぐまパンが甘かったので、こちらカムジャパンでちょっと塩っぽいの食べたいなってなった時にもパッチリ。このこぐまパンとカムジャパンなんですが、韓国では定番のパンだそうで、日本でもどんどん増えてきているようです。私11時頃の開店の時間帯に来たんですが、もう開いた瞬間も皆さんもひっきりなしにお客さんが訪れていて、すごい人気でしたよ。いかにこのこぐまパンが注目されているかを感じました。皆さん、こちらのお店では韓国伝統のポジャギというラッピングで包んでくれるんですよ。ポジャギにはあの服を包むとかいう意味もあるようなので、プレゼントとかにはよく使われるようです。服を包むって素敵ですね。送られる方も送っていただく方も幸せに気持ちになっていただけるようにお包みしております。このように包んでいただきました。皆さん、どなたか送りたいなと思う方いらっしゃいますか。誰にあげようかな。
続いてのパンはですね、韓国で昔から愛されているというケランパンです。皆さん食べたことありますか？こちらケランフライさんでいただきます。あのケランパンのケランって卵っていう意味ですよね。生卵が丸々1個入ってます。すごい、はい、パンの中にですか？海藻です。なんかそのケランパンって昔からもう韓国で愛されているって聞いたんですが、そうです。これケランパンは一番初めて行ったんですよ。あ、パンの中で100年、多分100年前から食べたと思うんです。昔はお菓子がないでしょ、はい、だからそれがお菓子だったんですよ本当は。今パンになったんですけど、はい、からもう昔から今まで人気ある、大人から年の人まで全部美味しく食べます。そうですか、はい。でこちらのお店ではケランパンとあとベーコン、ベーコン、チーズベーコンもありますよね、はい、から基本は卵は全部入ってます。なるほど。リプルだけプラスプラスだけです。ケランパンにプラスベーコンと、うん、そうです、プラスベーコンチーズがついてるかってことですね、はいはい、からお客さんこれ食べて飽きたらこれこれって食べます。なるほど、はい。では定番といえば、まあ、ケランパンだけのケランパン、はいはいはい、そうです。ただこれケランパン初めてですね、はい、それだったら卵だけ入ってるものを初めて食べるがいいです。わかりました、はい、じゃあそれでお願いします。はい、ケランパン、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。感謝합니다。感謝합니다。チョロ먹겠습니다。甘い香りがしますよ。卵、甘いんですよね。この周りの生地がとってももうケーキの生地だっていうくらい甘いので、その卵の本来の味とその甘みのあるこの周りの生地がもうなんていうマリアージュ、美味しい。こちらがケランパンとよく合うというレモンのドリンクです。あ、美味しい。確かに合う。色も一緒ですし、こうやって持つみたいです。ちょっと上級者気分。黄身が、卵風味倍増。黄身が出てきた瞬間、うんうんうん、楽しいですよね、パンって。いろんなアイディアが無限に広がるパン。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。